合成コルク様々な色の合成コルクワインボトルにおける代替コルクは伝統的に用いられてきたコルク線の代わりにワインボトルの封をするために使われる線を指す。通常のコルクを用いるとブッショネと呼ばれるトリクロロアニソールという化合物による劣化が発生し得る。その対策のためにワイン生産者による品質管理の手段としてコルクを代替する動きが持ち上がった。 大体効力に関する論争は、主にスクリューキャップの支持者と天然効力の支持者の間で交わされているが、その論点は、瓶詰め後のワインの熟成において、科学的な差があるかということである。ワイン作りでは、瓶詰め後のことも考慮する必要がある。つまり、線の仕方によって、酸素の透過率が異なるため、ワインが飲まれるまでに味わいに差が出る、可能性がある。 コルク生産組合のアップコーは、ブショネの発生率が0.7から1.2%で、あるとの研究を挙げている。2005年の調査では、カリフォルニア州ナパ郡にあるワインスペクテーター市の施設で、ブラインドテイスティングにかけられた2800本のワインのうち7、7%でブショネが見つかった。ワインの保存のために、ガラス瓶が一般的に使われるようになったのは17世紀の、 ことであり、1650年頃にはコルク線が普及した。伝統的なコルク線はコルク菓子の樹皮を円筒型に打ち抜いて作成するが、余ったコルクを粒状にし、接着剤を用いて圧縮成形した圧縮コルクと呼ばれる線も存在する。現在においてもコルクはワインボトルの線としてとして一般的ではあるものの、コルクには以下に挙げるような欠点が存在する。 これらの欠点の解決を図るため、プラスチックなどの人工材料による線で代替したり、スクリューキャップのように従来とは異なる形状の線を用いられるようになった。プラスチック製の合成コルクは1990年頃発売されたが、注目を集めるようになったのは1995から1996年のことである。その後、21世紀に入ってからは、 全世界的に使用されるようになった。スクリューキャップは1970年代から現在に近い形のものが存在していたが、2001年頃からニュージーランドやオーストラリアを起点にして爆発的に広まった。2004年においては全世界のワイン出荷量のうち76%が天然コルクを用いており、合成コルクは16%、スクリューキャップは8%であった。 また、後述のようにその他の代替コルクも登場している。天然コルクの欠点を克服した代替コルクは、その使用頻度を増してきてはいるものの、消費者が天然コルクに対して感じる高級感は、なお根強く、高級ワインに代替コルクを用いるケースは、限定的である。ボトルから抜く途中の合成コルク。外観は、天然コルクと似せてある。合成コルクは、 プラスチック製であり、天然コルクに似た見た目と抜き心地になるよう、作られており、カツとかで汚染されるリスクがない。合成コルクのデメリットとしては、わずか18ヶ月の後に、外部から空気が流入する劣化のリスクがあること、抜け線が天然コルクと比べて困難であること、抜け線後に、再び線をするのが難しいことが挙げられる。ワインスペクテーター氏のジェームス・ローブは、ワインに、 わずかな化学物質の匂いがうつることがあるとも主張している。天然コルクとは異なり、合成コルクの素材は多くの場合生分解性はないが、樹脂識別コードの4か7に該当するとしてリサイクルが可能である。合成コルクの製造方法は主に射出成形か押し出し成形の2種類である。ビクトル・セガレン・ボルドー第二大学で二千七年に行われた研究では、 射出成形で作られた合成コルクは天然コルクやスクリューキャップと比べて酸素の透過量が多くワインを酸化から守るという意味合いでは好ましくないことが示された合成コルクを用いた場合ワインの感覚的性質に影響を与える酸素の透過量を制御することができるとも言える内蓋を外した状態のスクリューキャップスクリューキャップはアルミニウム製の線であり ボトルの首に取り付けられる。オーストリア、オーストラリア、ニュージーランドのワイナリーでは大半がこのスクリューキャップを採用している。これらの国々でスクリューキャップが多用されるのはコルク栓の代わりにスクリューキャップを用いる動きがニュージーランドの先導で推進されたためである。スクリューキャップの機密性はコルクよりも強固であるため、より長期間酸素を遮断することができる。この特徴のために ワインの総合的な品質を保つことができ、長期熟成のポテンシャルにも寄与する。ドメーヌ・ラ・ロッシュのミシェル・ラ・ロッシュは、この特徴が自身のワインにスクリューキャップを採用する決め手になったと語っている。様々な品質試験で明白な結果が示された。スクリューキャップは、部ョ根の予防策になるだけではなく、ワインの熟成にとっても好ましく、とりわけ新鮮な香りが残る。 よく引き合いに出される反論としては、シャトー・オーブリオンで1970年代に行われた実験がある。スクリューキャップを使った100本のワインを長期間に渡って観測したところ、シャトー・オーブリオンのマネージャーのジャンベルナルド・デルマによれば、最初の10年は完璧な保存状態だったが、その後、キャップ内部のプラスチックが脆くなり、空気が流入したという結果であった。 ワイン専門家のジャンシス・ロビンソンによれば、スクリューキャップのデメリットは酸化とは逆の還元であるという。この還元によりワインの香りは抑えられるとともに、心良いものではなくなってしまう可能性がある。装備にンブランはもともと還元されやすい傾向のある品種であるため、特にこの問題が起こりやすい。さらに言えることは、スクリューキャップの一般的なイメージとして消費者は、 実際の値段に関わらず、スクリューキャップのワインを未だ安物と受け止めているということもデメリットの一つである。2004年にワインコンサルティング会社のワインインテリジェンスが行った消費者意識調査によると、アメリカ人では約52%、イギリス人では約60%が高級ワインにスクリューキャップを用いることに反対した。2007年のビクトル・セガレン大学の調査では、 天然コルク、合成コルクと比較し、スクリューキャップが最も酸素の透過量が少なく、したがって酸化からワインを守るには最も適していることが示された。2006年9月のインターナショナルワインチャレンジで行われた劣化に関するセミナーでの研究発表によれば、スクリューキャップを用いたワインの50本に1本が流化の影響を受けている可能性があることがイギリスの新聞により、 広く報告されたという。この量は全世界で20万本に相当する。これにより消費者は本来のブーケではなく、要襲がするワインに出会う羽目になる。ジェイミー・グッドはこの発表に対して、ことを唱え、線の科学的な考察としてふさわしいものではなく、不正確さや誤解に満ちている。そしてワイン業界に貢献するものではないと主張し、具体的な不正確な点を指摘した。 ガラス製の線、ビナロックはプラスチック及びガラス製の線である。アルコア社が開発し、現在はチェコのガラスメーカーであるプレスヨザが生産している。2003年にヨーロッパ市場に投入されて以降300件を超えるワイナリーがこの線を使用している。ガラス線の内部に科学的に不活性なオーリングが取り付けられた構造で機密が可能であるため、 酸化やとかを染を防ぐことができる。もっとも、栓自体が比較的効果である上、瓶詰め作業についても手作業で行うか専用の機材を導入する必要があり、コストが高いという問題がある。臓器が取り付けられたワインボトルの口ゾークは、スティルワイン用の代替コルクであり、スクリューキャップのような方式で機密を保ち、コルクのように開けることができる。 オーストラリアの同盟の会社が開発した。造句は3つの部分からなっている。キャップ外部は通常の形状のワインボトルの口に固定され、ここから未開封か開封済みかを判別できる。内部の金属箔はスクリューキャップと同様に酸素を遮断する働きがある。内部の線は抜け線時にコルクのように抜くことができ、その後再び線をすることも可能である。 2010年からはスパークリングワイン用としても使われるようになったが、スパークリングワインにおいてもともとボトルについていた線でサイド線ができるようなものは増加が初めてである。ビール瓶などに使われる王冠もスパークリングワインやシードルなどの線として使われることがあるものの使用頻度はあまり高くない。ワイン産業の中では代替効力を用いることに対する批判が兼ねてから、 存在する。2006年3月のスペイン政府の決定により、スペインの DO のうち11箇所において代替コルクの使用が禁止された。環境保護論者は、ユーカリなどを商業的に植えることでコルク菓子の森が失われると嘆いているが、代替コルクの支持者は、天然コルクはあくまでコルクの粒や数を溶媒でくっつけたものであり、 人工物と比べても何ら生分解性に優れたものではないとしている。ただし、粒やカスを溶媒でくっつけたと言えるものは、圧作コルクであり、コルク菓子の樹皮を打ち抜いて作る、通常の天然コルクとは異なる。ありがとうございます。